レストイン、タガハイウェイホテルとは、高速自動車国道の休憩施設で運営される宿泊施設である。幹線道路沿いにある自動車旅行者のための簡素なホテルという意味では、日本国外のモーテルに近い形態をとっているが、インターチェンジで降りて生産せずに宿泊ができるという利点があり、手軽さとコスト面のメリットがある。2010年現在 ETC 割引制度が、 導入されているため、ETC 車載機の搭載車で宿泊した場合は、必ず通行料金の深夜割引が適用されるようになる。車で長距離移動している場合は平日昼間のうちに高速を降りて目的地で宿泊するよりも、あえて途中のハイウェイホテルに宿泊した方がコストが安くなるケースもある。ジャンクションループを利用した不正通行防止のために、料金所では、 出入り口通過時間と走行距離のチェックが行われており、出口料金所において出るまでの時間が長い場合は、ETC ゲートが上がらず、係員に質問を受けることがある。宿泊システムは通常ホテルのような1名あたりの料金ではなく、一泊部屋料金を利用人数に応じて支払う。料金は平日、休日、春冬休み、ゴールデンウィーク夏休み、 年末年始などのシーズンごとに変動する。予約も可能だが、空き部屋がある場合は当日でも利用できる。支払いは前払い。2011年11月1日現在、全国の高速道路のサービスエリアパーキングエリアに併設される形で、警護施設が展開されている。ハイウェイホテルとは異なるが、ハイウェイは室内もしくは隣接する場所で、経営されている宿泊施設があり、 同様にインターチェンジで降りて生産せずに宿泊できる。利用しやすい代表的なものは、吉野川ハイウェイオアシスの宿泊施設は、バンガロー、ログハウスのほか、オートキャンプ場を備えており、持参のテントで宿泊できる。オートキャンプ場については、無料で利用できるが、テント等の貸し出しは行っていない。また、秋田自動車道金州湖サービスエリアのハイウェイオアシスは、 オートキャンプ場のみの宿泊施設がある。こちらは有料だが、施設内の温泉を利用すれば、無料で利用できる。吉野川法と同様、テントの貸し出しは行っていない。これらのほか、松山自動車道石津地産サービスエリアと、長崎自動車道金流サービスエリアのハイウェイオアシスにも宿泊施設がある。ありがとうございます。